シェルドン・グラショーはアメリカ合衆国の物理学者、ボストン大学の数学と物理学の教授である。ニューヨーク市に生まれる。両親はロシア系のユダヤ人の移民。グラショーはニューヨークのブロンクス科学高校でスティーブン・ワインバーグと共に学んだ。1954年にコーネル大学より学士号を取得し、1959年にハーバード大学のジュリアン・シューインガーの下で博士号を取得した。1960年頃、グラショーは電弱相互作用に関する初めての理論を提案し、これは後にアブドゥスサラームとワインバーグによって発展された。この研究により、3人は1979年度のノーベル物理学賞を受賞した。またジョン・イリオポロス、ルチャーノ・マヤーニらとの研究で、チャームクオークの存在を予言した。1961年にスタンフォード大学の教職員となり、1962年、カリフォルニア大学バークレー校准教授、1966年、ハーバード大学教授となった。また、客員教授として、1964年に、ブルックヘブン国立研究所、ニールス・ボーア研究所、1968年には、欧州原子核研究機構を訪れている。グラショーは超弦理論の懐疑論者であり、実験的な証明ができない点を問題視している。またグラショーは、原子力科学者解放誌のスポンサー委員を務めている。ありがとうございます。